はいどうも、かずきです。それでは元気にダックス散歩行ってみよう。はい、ダックス散歩始まりました。今日は乗ってますよ。前回は乗ってなかったですけどね。では今日はね、ちょっと海の方をぐるっと回って車輪に行ってランチして帰ってきたと思うんですけど、いや涼しい。今日はめっちゃバイク日和の俺には、普通の人にはちょっと寒いかもしれないちょうどいいにしても乗りやすいバイクだな。ほんとね、クロスカブ持ってたらダックスなんていらねえんだ、ダックス持ってたらクロスカブなんていらねえんだろうと思われるんだけどね。まあそういう人はさ、一回乗ってくみるって全く違う乗る姿勢が全く違うからね。まあ操作は一緒なんですけど、操作というかギアの操作は一緒なんですけど、またがってさ、こうカーブ曲がったりする体勢がさ違うからさ、だから全く違うバイク乗ってる感覚なのよ。クロスカブ持っててハンターカブ買う、これは多分あまり意味ないと思います。多分乗った感じではね、まあ違うけど、パワーとか違うけど、そうだからハンターカブだったら意味ないような気がするけど、こうダックスだと全く違うんでね、荷台持ちでも全然いけます買うとき高いけど、買っちゃえばその後あまりお金かからないですから、本当に大型と比べちゃうとあれだけど、そう乗りやすい、乗りやすい、何が乗りやすいって言われてもなんかな、乗ってみないと分かんねえっていうなぁと。気になる方一度試乗してみるといいですよ。試乗してみる方、知り合いが乗ってたらちょっとまたがらしてもらって、ちょっと乗らせてもらうとかね。ギア操作は慣れかな、最初は怖かったけど、シフトダウンのタイミングが最初分かんなくて、まあ、俺の個人的な話なんだけど、まあ、あんまりこれぐらいこの5、60で出るときに3速に下げると多分エンジンブレーキがすごいことになるんで、やらない方がいいと思うんですけど、でエンジンブレーキを軽減する方法があって、このやり方は別にエンジンに悪いか悪くないか分からないですけど、まあ、自己責任で行ってもらいたいんですけど、まあ、後ろから車来てないからやるけど、こう減速していって、減速していくでしょ、でギアを入れて踏んだままにして一回ブンって押すと、ブンってやってギア離すとちょっと軽減されるんですよ。信号向かってって、あ、赤になったなっつって減速していくじゃないですか。その時ブレーキでゆーっと止まって 1、2ガチャガチャって戻すんじゃなくて、シフトダウンしながら止まれるようにして、そうするとブレーキのパッド持ちがいいという、俺はそういうやり方してんだけど、まあ、ブレーキを長持ちさせるためっていうよりかはもう癖になってます、それが。そういう乗り方してきてしまったんで、ね、まあ教習では止まってギアをガタガタガタってこう一足にしっかりブレーキ踏んでね、止まってギアをガチャガチャガチャってやって、うん、一足に戻すっていうのは教習所で教わりましたけど、俺はそんな感じでやってますねああ、女ちっちゃい、クソアクセルはブーンってやってギアガチャってやる、ブーンってやってガチャ、ブーンガチャみたいな、アクセル戻さないとダメですよ、ブーンってやって、ブーンってやってからギアを落とすと。そうすると回転数がちょっと上がったままでギアがんってやるから、そうガンってなんないんだね、多分ね、わかんないけどどういう元気なんだろうまあ今日はそんなタックスのギア操作について話しましたが、このところで終わりにしたいと思います。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。終わりまたねー。